吉田さん、ノリがいいってのは確かに大事ですね。まあ挑戦するときに躊躇してるようでもダメですし、多分緻密さよりもね、ノリがいいことじゃないですかね。だって緻密にやってしっかり準備して成功するような私たちは頭脳や運を持ってないんですよ、普通の人ですから。まあだからこそ考えなくてもいいことを考えて、考えたフリーになっちゃうんじゃないですかね。下手の考え休むに似たりっていうのはいろんな場面でよく言われることなんですけども、そもそも考える頭脳のそのレベルが低い人がいくら考えてもこれをやったら大丈夫っていう風なルートが見出せないんですよ。だったら当たって砕けた方がいいのかなと思います。当たって砕けろっていうのは自分の身が砕けるんじゃなくて、当たってみるとその壁が砕けて次の世界に私たちは行けるってことなんですよ。そういう風に捉えればいいんじゃないかなと思います。まあ、40歳過ぎてね、インターネットのプロフェッショナルになろうと思ったらなかなか難しいなと思うと思うんですよ。例えばキャスケードスタイルシートをね理解したりとか、 HTML を分析したりとかね、プログラミングをマスターしたりとかすぐ考えるでしょ。私一切そんなことないですね。それこそドメインって何っていう話ですよ。私ドメインを作ってそれでサイトを作ったことすらないですからね。吉田さん言われたように、ジンドゥっていうのテンプレートのサイトをバン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 量産して、それがなんか1万個くらいなんですよ。だからジンドゥさんには非常にね儲かんないことをやりましたけども、私がジンドゥをやってるってことによってジンドゥをたくさんやりだした人もいるんではないかなと思いますから、そこはちょっとね許していただいて、あのネットでお金がかかんないと、何をやってもお金がかかんないとなれば多分まあ再現するのにダメージじゃないと思うんですよ。で私はその速稼塾っていう塾を運営しててね、私がやってるものをいくら探しても有料のものっていうのはメールマガジンスタンドのエキスパートぐらいしか出てこないと思いますよ、ね、で無料の編集ソフト、無料の画面キャプチャーソフト、無料の動画キャプチャーソフト、無料のなんか編集ソフト、無料のサイト、無料のブログ、無料のなんやかんや、うん、だから基本的にね、例えばこの投資商品を買いましたとかね、久保さんの言っているエーダを買いましたっていうので、それで外れて損したっていうのはちょっと抜きますけども、基本的にお金がない人とか経費をかけたくない人向けの講座が速稼塾なんですよ。でしまいには速稼塾の塾費用がね、30万なのに30年払いでいいですよっていうふうにしてるわけですから、じゃあこれでね参加できないかって話ですよね。でいろんな詳しい人よりも私は詳しくないです、ネットのこと詳しくないけど、結果金が稼げて時間が稼げて隠居暮らしができていますよってことだけなんですよ。だから同じように時間とお金の心配なく本当に自由に家族のためとか自分の趣味のために、人生のために、子供のために、親のためにって思うんだったら、それは時間とお金を同時に提示する手段は速稼塾にあるのかなと思いますね。それこそね、なんだろうな、年齢いってる方とか特にですよね。40代50代でこれからネット始めようかなと思ってる方はドーンと速稼塾くればいいんじゃないですかね。ただし速稼塾に参加しました終わりではないんですよ。速稼塾に参加して速稼塾を運営している、そして私いまだにプレイヤーですからね、私と同じようにやることを確保すればなんですよ、だからそれこそね、どっかに属しただけで美味しい目に遭うってことはあんまりないですね。それ自民党ぐらいじゃないですか。自民党に参加するとなんかね、あれでしょ、なんか接待受け入れたりとかね、接待しなくちゃいけないのか、じゃあよくないな、何なんでしょうね。自民党入ってもダメか、まあ賄賂ね、河合案里さんとかに賄賂がもらえるんじゃないですか、なんか逮捕されるかもしれないですけどね、まあネットはねだからねリスクがないですから、何だろう、何のリスクがあるんですかね。逆によく顔出しができないっていう人もいますけども、だから顔出しをせずにお金に困るのか、お金に困らずに顔立ちをするのかってことを天秤にかければそれはそれでいいんじゃないかなと思いますね。その他せっかくね糸口をつかんだのに自ら歩みをやめてしまう人、ノリが良くなくちゃダメですよね。やっぱりね、こうやろうぜって言ったらおーみたいな感じでね、それこそ私が進んで人に損する話をやるわけがないですよ。まあどうやったら損するかなんて私の方が分かんないですからね。どうやったら得するか、どうやったら儲かるかぐらいの話しかしてないですし、もうなんか損する話とか儲からない話ってしたくないですからね。時間の無駄ですから、まさに、だからね、まあ私が仮に詐欺ってね、嘘をついても誘導する先がないんですよ、嘘をついたところで。だからね、信じてくださいとは言わないんですよ、ただ自分が見てきたものとかやってきたこと、その結果として今の暮らしを私は隠居暮らしっていうのを手に入れてますんで、その隠居暮らしが欲しければまず最初の第一歩ね、ノリよく挑戦すればいいんじゃないかなと思いますね。ノリがよく、それ大事ですよね、ノリがよくね。
まあ、それが本当当たって砕けろなんじゃないですか。当たって砕けろっていうのは自分の身が砕けるんじゃなくて壁が砕けていくんですよ。当たって砕けろ砕けろ、おいこの野郎新しい壁砕けろみたいな感じで勢いでいけばいいんですよ。自分の身が砕けてたら当たってらんないですよ本当に。いってらっしゃい。